ガスマンプレゼンツ田中みな実あったかタイム。この番組はあなたの街のホームエネルギーパートナーガスマンの提供でお送りします。こんばんは、田中みな実です。土曜日の夕方この時間は皆さんに心温まる時間をお届けしたいと思います。本日も先週に引き続きラブリさんをお迎えしています。よろしくお願いします、はい、お願いします。ラブリちゃん、先週のエンディングでお話しされていたフィリピンの観光大使になられたというお話、うんうん、はい、あれはどういうところからお話が来るんでしょう。それもね、実は1年前に観光省にね、私電話したんですよ。自分でフィリピンの大使館、日本の大使館、うん、日本にあるフィリピン大使館にラブリですけどって言っちゃって、自分で電話して、うん、フィリピンのことで何かできることはないですかって言って、唐突に、うん、うん、って言って、でその人と打ち合わせすることになって、でそこからもう始まっていろんな活動が。なぜフィリピン？私フィリピンのハーフだから。あ、そうなんですね。そうそうそう。でフィリピンのハーフだから、まあできることないかなってずっと考えていて、で今やってる活動は、そのフィリピンって言ったらやっぱりセブとかいうイメージしかありますね、うん、ドライマンゴーみたいな、そうそう、ないから、もっと、まあ、日本の人が知らないフィリピンっていうのを発信していきたいなと思って、うん、自分も知らない島とかに行って、でそれでこう SNS 使って発表したりとか、うん、っていう状態かな今やってるのは。なるほどね、うん、観光大使としてのお仕事もじゃあこれから、はい、どんどん増えてくるわけですね。そうですね、増やしていこうと思って、で、まあ、いずれは自分がそのフィリピンの食材を使ってコスメを作って、でそれでフィリピンに工場を作ってフィリピンの雇用を増やしたいなっていうふうに思ってます。わお、そこまで考えてらっしゃるんですね。そこまで考えてます。へえ、そんな28歳なかなかいないよそんなそんな、いやいやいや、いや、もうやり、どうせね、やっぱ自分がこうやって表に出てる身だから、うん、まあ他の人よりもできることは多いかなと思って、うん、やっぱり自分を利用するっていうことでいろいろ発信していきたいなって思ってるんですよ。なるほど、うん、そんなフィリピンの観光大使でもあるラブリーさんと本日もお送りします、はい、お楽しみに。ゲストはラブリさんです。よろしくお願いします。お願いします、およそ2年前この番組に出ていただいた時に、うん、ラブリさんに恋愛相談をやっていただきまして、はい、その時私自身勉強になることがかなり多かったですで月1でレギュラーでやってほしいと思うぐらい、っていうかもう番組があったら聞きますけどっていう、本当ですか、ぐらい毎晩寝る前とかにその聞きたいですよね、うんうん、まあね、恋愛相談はね、うん、本当にねされますでしょう、友達からも。かなり、かなりされますでしょうね、うん、ラブリちゃんに相談してるとなんか 40、50 代の人に話してるみたいな気持ちになるのよねうん、なんかね、うんうんってなるから、ね、そうそう、うん、落ち着いて聞いてくれるし、うん、その共感だけじゃなくて、うん、きちんと言うべきことは言ってくれるし、うんうん、ね、恋愛相談を受けると結構、うん、私もそうだったけどとかって言ってくる人結構いるんだけど、うん、そうじゃなくてなんかかなり自分に寄ってくれるというか、うんうんうん、まあとにかくね、聞いてみてくださいよ、ラブリさんのその腕前をね、腕前っていうか、はい、いくつかご紹介します。なんかね、いろいろ来てるんだけど、26歳女性会社員の方、これからいきましょう、はい、彼と付き合って5年、未だに彼のことが大好きで、自分でもうざいと思うくらいに連絡したり会いに行ったりしてしまいます、うん、友人からは束縛しすぎと言われるほどです。そのせいか彼が徐々に冷めていっているような気がするんですが、それでも束縛がやめられません、うん、この気持ち分かってもらえますか。あー、なるほどね。付き合って5年だけれども、うん、毎日毎日大好き、うんうんうん、彼の方は逆にもう落ち着きたいのかな、もう5年も経ったから。うん、なるほどね。うん、でも一番は大好きでいるっていうのを5年ずっと続くってすごいことだと思う。すごいことだと思う。うん、うん、だからそれはね、その子のすごいいいところでもあり、でもやっぱりその男の人と女の人の差っていうかね、なんか温度差ってあるから、うん、そこは一人で束縛しちゃダメだなって私は思う。っていうか、なんか
その、自分だけが束縛するんじゃなくって、相手と束縛し合える関係っていうかね。相手と束縛し合ったらがんじがらめになりません？うん、なんか、すごい難しいんだけど、わがままとかもそうじゃん？なんか、自分、束縛ってイコールわがままみたいな部分があるけど、相手も、その、飲み込めれるぐらいのわがままでいることっていうか、相手の温度に合わす？うん。うん。だからこれはね、多分ね、この女の子が、自分一人の、自分一人よがりの愛っていうか、にちょっと傾いちゃってるのかなって、思うから、一回束縛をやめてみたらいいよね。でもそれができないんですよ。私も結構こういうタイプだからわかるんですけど、私束縛はしないんだけど、でも、なんか、ずっと追ってる恋愛の方が向いていると思っている割には、傷つきやすいというか、なんか、相手がなかなかこう、ガチッと手に入らない方が、不安なぐらいがずっと好きでいられるのかもっていう気もするんですよね。でもそれはね、やっぱり、結局男性って、なんて言うんだろう。自分がいなくても、生きていきそうな女性の方が程よく付き合えれると。というか、そうなんだ。うん、なんかね、あんまり、こう、なんていうの？それに慣れちゃうから、この人はもう、何言っても自分のこと好きって思うとさ、なんか、何もしなくなっちゃうじゃん。だから、ちゃんと、相手と、こう、難しいけどね、その、対等って難しいけど、ちゃんとこう、同じ感じの関係性で、5つ、好きだよっていうのはすごいいいことっていうか。5つ？うん、その、なんて言うんだろう。なんて言うんだろうな。関係性が、どっちかがこうギュイーンって、その重さで言うとね、愛の重さが、こんな感じだったとしたら、ギュイーンってもう、明らかに差があるとしたら、表面的には、もう重りで言ったらもう完全にガクーンって。ガクーンっていうのを、表面的には平等なこう、状態、で、5つ自分の中ですごく好きっていう状態になった方が、彼的にも自分的にもすごく楽なんだよね。大好きすぎるのはすごくいいんだけど、大好きすぎるのは見せないっていうところの器用さを持つっていうのがやっぱり。大好きって言わない方がいいの？大好きって言ってもいいんだけど、なんて言うんだろうな。今日も大切に思ってるよ、みたいな。そう、今日も大切だよっていう、なんか、いい意味で、無関心さも必要っていうか、連絡来なくても、いいや、みたいな。でもね、多分ね、それって、この彼女も、付き合う前の恋愛とかに問題があったりとか、そもそもその自分に問題があると思う、どっかで。その過去の恋愛とかに原因があって、それを、なんかこう、引きずってるじゃないけど、さっきも言ったけど、なんかこう、なんていうの？重くなりすぎてる部分とか、っていう好きすぎる部分とかも不安から来てるとか、自信がないとか、なんかね、そういうとこなんだと思う、出てくるのって。もしかしたら過去その浮気されてしまったりとか。そうそう。っていうこともなきにしもあらずですよね。それでこう信用できないから常に自分の。そう。支配下に置いておきたいじゃないけど、その彼の行動をすべて把握しておきたいみたいなね。じゃないとね、これでね、例えば、彼が、別れたとしてね、嫌だって言って別れられたとしたら、多分ね、この子はね、彼のせいにすると思う。振られたこととかも、私はこんなに好きだったのにって言いかねない。から、一回自分はなんでここまで束縛しすぎるのかっていうのを、一回考えた方がいいかもね。例えばこの彼が一回浮気してたとしたら。あ、これ？なんかね、私の友達が、旅行にも行けないと、彼が浮気するんじゃないかって思って、っていうのね。だからそれはすごく不健全だって思うけど、じゃあそんな彼やめちゃいなよっていうことは簡単だけど、でもなんかそれも言えなくって私も、だからそっか、じゃあ
行かない。旅行をしてるけど、してないっぽい感じで、なんか、うん、いつでも家に行けるんだからね、私、みたいな。それってさ、浮気されてたからってこと？多分、そうだと思います。過去に、ちょっとそういうね、怪しい行動が何回かあって、みたいな。だから旅行してくるねとかって言ったら、女の子家に連れ込むんじゃないかとか、って考えちゃうって言うんですよね。じゃあ海外絶対行けないじゃん。そうなの。なんかどうしたらいいかなって言ってるから、じゃあ SNS にこう、写真取りだめておいて、なんかその、自分が、自分が東京にいますよっていうのを発信すれば、うん、って言って。そんな。でも電話かかってきたら国際電話ならでバレちゃうじゃないですか。うんうんうん、なり方かなんかが変わるでしょう。だから。でもさ、もうほんと、話し合いが足りてないよね。コミュニケーションが足りてない。もうどう考えても男女の中で。これもそうだけど。これね、でもね、日本人の家庭は多いと思うな。その結婚してる夫婦もそうだけど、なんか、何でもかんでも話し合わなくてもいいじゃないかって男の人って言いがちじゃないですか。そうね、そこはね、もう、そういう人に出会えたら一番ラッキーだけど、ね、なんか、だけど、まあ、その、彼、その、全然話聞いてくれなかったとしても、話を聞いてくれるような姿勢を持ってくれるっていうだけとかね。なんか、ちょっとずつちょっとずつ大きな変化を求めなくても、二人がちゃんと好き同士なのであれば、話は聞くと思うの。ちゃんと。好き同士だったらね、ちゃんと大事にし合えてるなら、ちゃんとそれなりにゆっくりでも話ってできると思うから。だからまずはちゃんと好き同士であるあるべきだと思う。一回話をね、うん、してみてもいいかもしれないね、うん、26歳だから今別れたとしてもまだ大丈夫だと思う、でも5年はね5年は引きずるっていうか5年はなんかねどっかのタイミングでさもうなんかちょっと束縛っていうモードに入るよね5年経っちゃうと。ああなるほどね。5年も付き合ったことないから分かんない。私もあそうなの。私もない。あそうですか、うん、でも5年ね5年だとか6年とか7年とか聞くけどもうほとんど家族みたいな親戚みたいな感覚になっちゃうっていうから、もう愛情がなくても情が深すぎちゃって、それでなかなか別れられないとかっていうのは聞くけどね。でもそこで別れることで、ちゃんと自分のね、一つになるから。ね、まあ結婚するか、別れるか話し合うかという。ね。すっごいね、シンプルよね。まあ、本当は、ね、究極。客観的に見ればね、でも渦中にいるとそうでもないんだろうな。そうだね。じゃあ次行きましょうか。はい。29歳男性会社員の方、彼女と結婚して来月から一緒に暮らす予定なんですが、人と一緒に暮らすことができるかどうか不安です、というのも友達と旅行をしてもずっと一緒にいると相手のことが不快になり、早く一人になりたいと思ってしまうからです。同じ屋根の下で人と暮らす自信がありません。こんな僕でも結婚生活やっていけるでしょうか。ああ、でもさ、これってさ、結婚する前に話し合うべきじゃない？そうだね。これはね、後出しじゃんけんすぎると思う、私。同棲もしなかったのかな？そう、そういうこと。これは、そうそう。結婚する前に言うべきだし、同棲をするべきだったと思う。そうだよね、半年ぐらいは、私なんかずるずる同棲は一番良くないと思うんだけど、なんか5、しっかりね、そうそうそう、もう期間を決めて結婚する前じゃ半年同棲してみよう、それでお互いどうしても納得できないとこがあったら申し訳ないけどお互いにこの話なかったことにしようねっていうね、とかね、なんか改善できるところってあるじゃん。そうそうそう、折り合いをつけられるとこね。そうそう、こういうところが嫌だとか、その違和感、生活してる中の違和感っていうのを、見ることもできるし、日常の中にそれ感じれるから、これはね、それはこれはちょっとどうなんだろうね。なんか友達と旅行しても不快になるとかって、友達と彼女っていうかもう奥さんになる人は全然違うじゃない？そうそう。だから
その、住んでみて、うん、あれ、俺、友達とこんなにすぐに不快になるのに、奥さんだったらなんないって思ったらね、うん、すごい、最高ですよね。最高っていうか、あ、こんなにも違うんだ、うん、友情の中でもとかって、思うけど、うん、そうじゃなかった時がこれ危険よね。そうね。合わなかったなと思って、じゃあ、無理ですっていうわけにはいかないからね。うんうんもうなんで同棲しなかったのって言いたい。そうだね。うん。だしこれも、だって、ねえ、彼女も一回同棲しようって言わなかったのかなって。不思議ですよね。まあでも、結婚まで至る男女って、うん、大体はどっちかの家にいたりしないもんですかね。週末だけデートするとかっていう関係性だけで結婚に踏み切らないと思うんだけどなと思って。うん、そうそうそう。ねえ。だから、うん、でもある程度わかると思うんだけどね。ねえ。どういう生活が見えてくるかとかね。もう、これは不安になっててもしょうがないから、うん、やっていけるんでしょうかじゃなくて、やっていくんですっていう話ですね。もうやっていきましょうっていう、その自分が不安とかもう知らないよっていう、その人と彼女と結婚したんでしょって私は、ね、なんか、男らしくいなさいって言いたい。そうよね。うん、ですって。だよ、うん、はい。もうしょうがないですよ、もう。しょうがない。やってってください。やっていけるでしょうかって聞かないでくださいね。ね、ほら、皆さん力強いでしょ、ラブリちゃんの一言一言は。はい。ね。で、お知らせに続いて、ラブリさんのあったかくなるお話も伺います。さて、ここでラブリさんが経験した心温まる出会いや思い出について伺います。何かございますか？なんかね、最近私、あの、ちっちゃい刺繍を作ったんですけど、うん、ちっちゃい刺繍を作った時に、あ、手っていうテーマでね、うん、あの、手っていうのは手のひらの手。で、手っていうテーマで、あの、家族の、あの、手を取りに行ったんですよ。ほう。で、それも、家族の手取りに行った時に、初めてね、なんか、お父さんの手を見て、こんなにお父さんの手って、あの、分厚いんだとか、お母さんの手見て、あ、こんなにお母さんの手って、こんなに綺麗なんだとかっていうのを、あの、すごいこう最近身に染みて思って、うん、そう、ね、手ってなんか人が出るなって、人柄が出るなと思って、すごいね、あの、それを一冊の本にしたんですけど、それを最近家族にプレゼントして、ええー、うん、あ、出版されたわけではなくて自分で50冊限定で作って、へえ、そう、お父さんの手、お母さんの手、おばあちゃんの手とかって言って、おじいちゃんの手って言って、写真、写真と自分の詩を載せて、うん、で家族の手と、あと周りにいる、好きな人の手とかって、好きだったはずの人の手とかって言って、え、好きだったはずの人の手、好きだったはずの人の手は4年前付き合った彼に電話して、うん、手の写真撮らせてほしいって言って、うん、でなんか会いに行ったの、うん、そしたらなんか懐かしくって、で、いきなり手の写真撮るわけじゃん。はいはい。何に使うのって、いや、刺繍に入れるとかって言って。あ、そうなの、そうなのっていうか、いいの、うん。お互いに。お互いに、でもね、道端で、原宿の道端で会って。うん。で、すごい、結婚したのとかって言って。してないよ、まだ。とか、あ、そっか。とかっていう。なんか、手を通していろんな人にこう、会えたと思って。うん、うん、すごいね。いや、4年ぶりに会った彼女に元カノに手の写真撮らせてって言われる人ってなかなかいないだろうね。そう、でも撮らせてくれて。まあまあ、うん、うん、いい関係性ですね。うん、好きだったはずの人の手とか、その友達の手とか、うん、友達の好きだった人の手。友達の元彼に。うん。あのね、その時に作ってる途中に別れちゃって。あららら、ら。最初はね、友達の好きな人の手だったんだけど、うん、好きだった人の手にして。うわ、リアル。うん。っていうね、そういういろんなことが起きましたよ。へー。だから、手を通して、本当にいろんな人に会えて、なんかこれからも手を取り続けたいなって思って。うん、やっぱり、手ってごまかせないじゃない？ね、年齢一番出ますもんね。うん。ごまかせないなと思って、すごくね、いろんなおばあちゃんの手とか、いろんな人の手を最近
見るんだけど、うんうん、なんかね暖かくなるっていう感情がすごくあって、うん、次はね目っていうテーマで撮ろうとして、あの作ろうとしてて、あ、素敵ね。そう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 。だからその時もまた元彼に連絡するのかな。ちゃんともう今のうちにいろんな体の部位撮っといた方がいいんじゃない。そうだね。そうそう、3作品目は耳っていうテーマで、あ、じゃあ目と耳ちょっとどっちも撮らせてくんないかなって。そうだね、もう一回で終わらせとこうか。でもラブリちゃんが手を見るっていうとどうしてもなんか占い師なのかなっていう気持ちになっちゃうのはね。私だけかな。手の甲です。手の甲です。手の甲ね。はい。そうか。でも見えたりはしないの？なんかスピリチュアルみたいな。あのね、私のおばあちゃん、フィリピンのおばあちゃんが、うん、すごい大げさに言うとシャーマンで、わあ。あのね、ゲップでね、人の気を取る人なんですよ。ん？人の、体をこう触るじゃない？うんうん。そしたら、その体についてる悪い気とか念とかをおばあちゃんが自分の体に入れてゲップで出すの。うん、そう、これね、ほんと普通に出すのね、うん、あの、なんていうの、ゲップってさ、一回とかしかじゃない、一回出るとかじゃない、ゴポゴポゴポって出るの。へー、だからフィリピンのおばあちゃんに会うと背中さすってとかって言ったら、溜まりすぎてるとことかもうゴポって出る感じ。本当。本当。ゲップで。ゲップでね。初めて聞く。出す。でも痛いみたい、やっぱり出すの、空気を。そうかそうか。そう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 。あの、やっぱそういうところもある程度そのラブリちゃん自身にも、うん、あるのかな。私ゲップで出しちゃうの？わかんないけど、ほら20-30年後ぐらいにやってそうじゃない？どうなんだろうね。急にさ、なんか、スピリチュアルな感じが舞い降りてきて、うん、それとともにゲップの回数増えたな、みたいな。その時はちょっとおばあちゃんに聞いてみる。そうだよね。うん、このゲップはそれみたいなね。ありそうな気がする。ラブリちゃんだったら何でも。そうかもね。うん。まあ、ともあれその秋に出るね。刺繍と、うん、あともう一つの本ね。そうそうそう。自分の心豊かにするみたいな、うん、そういう本は楽しみですね。はい、あの、うん、本当に楽しみで、他にもね、秋いろんなこと考えていて、自分の言葉の展示もやろうと思っていて、うん、あ、どっかなんか美術館とか、うん、画廊とか、画廊とかを借りて、それは言葉の体っていうテーマで、あの、やろうと思っていて、うん、とか、まあ違う写真展とかもあるし、自分のブランドとかも今あの作ってる最中で、うん、なんかね、いろいろ、本当にいろいろね、うん、今まだ構想中ということですけど、はい、なんかもうモデルとかタレントっていう枠にとらわれない、うん、ラブリさんの生き方を2週にわたってお勉強させていただきました。いえいえ、ありがとうございました。はい、エンディングもお付き合いください。はい、エンディングのお時間となりました。ラブリーさんに2週にわたってお越しいただきました。はい、ありがとうございました。ね、久しぶりでしたけど2年ぶりかな、うん、このラジオはね。いかがでした？やっぱり恋愛トークになりますね。なるよね。うん、がっつりね、うん、私がなんかそこにしか興味ないみたいな感じなのかな。なんだろうね、一つも成長がないというか。いや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 、まあ、仕事ってね、うん、ある程度自分でどうしていきたいみたいなのってできるし、ね、あるけど、相手あってのことって、まあ、仕事も相手あってっちゃ相手あってなんだけど、うん、なんか恋愛とか結婚とかっていうのはもうなかなか、ね、うんうん、自分の意思だけでどうにもならないことだったりするから、うんうん、でもそれこそがもう恋愛なんで、楽しんだ方が。なるほどね、うん、もうラブリーワールドです、これは。楽しんでください。なんか長野さんも相談したいって言ってたので。長野さん、うん、じゃあ長野さんとちょっと連絡してみようかな、ね、そうですね、はい、あの、ぜひまた個人的に話を聞いてください、はい、ぜひぜひ、ね、あと創作活動も引き続き頑張ります。体に気をつけながら、痩せちゃったから、うん、うん、ちょっと頑張ります、ね、あと少しなんで、食べて食べてお願いします、はい、ではまた遊びに来てください。はい、皆さん暖かな週末をお過ごしください。お相手は田中みな実とラブリーでした。また来週。